ます。マスタートです。おはよう。変わらないな、朝食の時間となりました。感謝いたします。ではお祈りいたします。天の父なる神様、与えた朝の糧を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、ちょっとコーヒー牛乳ですね、いただきます。はい、時間が6時半過ぎましたですね。はい、5分ほど早いですけども、40分になりますね。はい、あと、ずっと朝5時に過ぎ起きました。12分ですね。クーラー切ってます。湿度 75% ですね。29度ぐらいになりましたですね。今日まだ外はちょっと、晴れてきましたですね。はい、先に、フルーツヨーグルトですね、どっさりとアセロラと金柑が大きいのが入ってますね。はい、今日はちょっと少なめの、サラダですかな。はい、いつものパンとトマトとパパイヤの、薄切りと、ニンニクですね。ニンニクと卵ですね。卵にレタスですね。レタスとキャベツですね。じゃあいただきます。海苔も添えてます。ちょっと今日は、ちょっと少ないですね。はい、セミの声が、昨日は宮崎の日が沖で地震が発生してますね。はい、携帯で、すごいですね。うん、揺れが来る前に警報が鳴って、その後揺れが来ましたので心づもりができますね。そんなに時間はないですけど、はい、だいぶ、こちらは九州北部でしたので、まあ、揺れはそう感じはしませんでしたけど、被害は出ていますね。昨日の時かな、鹿児島と宮崎の地方の放送局が家が倒れて、みかんにいたおじさんが無事だったですね。そういう映像が流れてましたけど、 YouTube から、本当自身はいつ分からないですね。充足はされてますけど、まあ南海トラフとか東海沖ですね、東海、静岡県かな、沖の
梅雨明けしてから一回雨が降って、それ以降雨が降ってないですね。やっぱり干ばつじゃないですけど、雨また集中して降ると災害が起こりますけど、はい、はい、で、あ、梅干しはされてますね。はい、梅干し、もういいですね、梅干しです。今日忘れています。はい、フルーツヨーグルトです、ほとんど。金柑ですね、ちょっと酸っぱい気が。ちょっと酸っぱいですね。昨日はインタクライブで、普段はデイリーブレッドを紹介してるんですけど、終わってから気がついたいですね。種が入ります。はい、ちょっと酸っぱいですけど、これね、この夏を乗り切る、今日も乗り切る、源ですね。はい、今日はバナナ入ってません。はい、今日が木曜日、あ、金曜日ですね。明日が土曜日で、明日までお仕事したら盆休みが、長い盆休みが5日間ですね。長い夏休みも、はい、
はい、金柑ですね。ちょっと大きいの。アストレーダーがもう最高ですね。アストレーダーが、はい、アストレーダーですね。結構種が、うん、3つありますね。あとはプルンと、これは種なしプルンですね。はい、完食です。はい。はい。はい、もう少し7時になろうとしています。はい。はい。完食です。おはよう。変わらない朝食でした。まさとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。まだ聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回のおはよう、変わらないな朝食でお会いいたしましょう。マスターとしたら仕上げのスパシャムルジュ、シャロム、シャロム、シャロム。